竹原春千祭、絵本百物語より、柳女、柳女は、江戸時代の祈談集、絵本百物語にある柳の会。画では、柳の木の下に、子供を抱いた女の姿が描かれている。解説文によれば、風の激しい日に、子供を抱いた女が、柳の木の下を通ったところ、女の首に、柳の枝が巻きついて死んでしまい。 その女の一年が柳の木に止まり、夜な夜な現れ、口押しや恨めしの柳屋と泣くという。絵本百物語以外にも、柳と女にまつわる話として、法暦時代の祇園尿国九十金や文政時代の三十三剣道、胸荷由来などの浄瑠璃に、柳の聖画に人間の女性に化けて人とちぎる話が演じられており、 民間信仰にも柳にまつわる俗信は多い。絵本百物語本文においては、柳が女に例えられることや、柳が女に分ける話は、僧の死と死というものが柳に食われて死んだことが、由来とされており、勇猛なイメージを持つ松に対して、柳は優しい姿のために、女の姿を取るのだという。また、柳そのものが、例の宿る木と考えられ、柳の枝が、 風になびく様子が幽霊の手の動作と同じように見え、風に揺れる、柳の古木の枝に頬を撫でられたり傘を取られたりすることが柳の生の仕業と恐れられたことを柳女の由来とする説もあり、同様に柳のイメージから生まれたと考えられている絵本百物語の妖怪に柳ババアがある。また階段や民間伝承において、 柳女と同じく死んだ女の霊が子供を抱いて現れる妖怪に三女がある。ありがとうございます。